こんにちは。この世で最も謎なもの、それは死後の世界と恋人の作り方、そして宇宙。人類が未だにそのほとんどを解明することができていない宇宙、そこには人類が築き上げてきた科学の常識を根底から覆すような謎が数多く存在すると言われています。今回はそんな宇宙にまつわる謎を超簡潔にドカーンと7つほどご紹介していきたいと思いやす。では宇宙の地理とかしていこう。現行する星と超巨大スペースコロニー。地球からおよそ1500光年ほど離れた場所に存在する KIC8462852 という名の太陽よりも大きい惑星は、他の惑星と比較して発光の仕方が異常なのだそうです。こちらの惑星はアメリカ航空宇宙局のケプラー宇宙望遠鏡によって観測され、数年間にわたって観察されてきましたが、 KIC8462852 の前を他の惑星が横切る際に KIC8462852 が 20% 以上暗くなる様子が何度も観測されたそうです。これだけ聞くとあまりすごいことのようには思えませんが、通常惑星の前をどんなに大きな天体が横切っても暗くなるのは多くても 1% 程度らしく、 20% というのは自然現象としてはあまりにも不可解なのだそうです。また一度だけではなく、この現象は何度も目撃されているため、考えられる原因としては KIC8462852 を遮った物体というのが実は惑星ではなく、惑星よりも大きな地球外生命体による超巨大建造物、例えばスペースコロニーなどの惑星よりもはるかに巨大な何かであるとされていますが、巷では大損球と呼ばれる建造物が原因なのではとも噂されています。ちなみに大損球とは惑星の周りを卵の殻のように覆ってしまう宇宙コロニーの究極系とも言われる人工構造物のことで、これによって惑星が発する光を吸収し大量のエネルギーを得ることができる、いわば球状ソーラーパネルのような仮設状の構造物になります。もしその原因が本当に大損球によるものならば、 KIC8462 には大損球を作ることができるほどの高度な知能を持った生命体が住んでいると見て間違いないでしょう。以上、吸引力の変わらない怪物 SCP-4545-1919 がお送りしました。異次元への入り口。ポータルとは基本的には空間に突如出現する穴のようなもので、異次元空間とつながっている入り口などと言われています。そんなポータルですが、2012年に公的機関である NASA が宇宙空間に出現していることを発表し、その存在が一気に広まることになりました。どうやら NASA によると、地球と太陽の間に1日数十回も開閉するポータルが存在するらしく、現段階ではポータルがクパーと開くタイミングや場所を特定することはできないそうです。ですが、このポータルの調査をしているプラズマ物理学者のジャック・スカダー氏曰く、近い将来ポータルの出現場所を特定できるようになる可能性もワンチャンあるそうです。ちなみにポータルは宇宙空間だけではなく地球上で観測された例もあるらしく、物体がポータルを通過しようとすると強力な熱と重力によって押しつぶされてしまうそうなので、万が一見つけても絶対に近づいてはいけないそうです。ダークエネルギー。宇宙空間は常に拡大しているということは皆さんもどこかで聞いたことがあるかもしれません。そしてそれと同時に私の拡張しているということもどこかで聞いたことがあるかもしれません。しかしそんな宇宙の拡大を加速させているものの正体をご存知でしょうか。その正体とはダークエネルギーと呼ばれる宇宙空間の 68% を占めるほどの莫大なエネルギーとされています。ですがこのエネルギーの実態などは全て不明で、あくまで仮説上の存在となっています。しかしただ一つ判明しているのは、ダークエネルギーは重力に反発する性質である反重力を持っている全宇宙で唯一の存在であるということだけです。なんかとりあえずネーミングがかっこいいですよね。そしてこのダークエネルギーの存在を少しでも暴くことができればノーベル賞級と言われていて、それと同時にダークエネルギーは物理学最大の謎とされています。暗黒物質。暗黒物質とは先ほどのダークエネルギーと同様に名前が最高にかっこいいということはさておき、ダークエネルギー同様宇宙空間に存在するとは言われているものの正体が判明していない物質になります。
その正体は未だ分かっていないものの、宇宙空間の 26% を占めると言われており、通称ダークマターとも呼ばれています。本来私たちが見ている物体は光を反射したり吸収したりすることで色を持ち、私たちの目に映っているのですが、暗黒物質の場合、光を吸収したり反射したり遮るという能力を一切持たないので、いかに高性能なカメラをもってしても観測することはできず、ダークエネルギー同様に性質や大きさも不明なのだそうです。つまりあるっぽいけど何もわからんということです。また先ほど紹介したダークエネルギーが宇宙空間の 68% も、そして暗黒物質が 26% を占めているので、結局宇宙空間の 94% は正体不明のものからできていると言え、言い換えると人類は宇宙空間のうちのたった 6% しか理解できていないとも言えます。これはつまり私のまだ 6% しか拡張されていないと言い換えることもできるような気がしないでもない。自分のをぶっ壊す。ワオシグナル。地球外生命体の存在を示唆するような話はたくさんありますが、そのほとんどが先ほどのダイソン球の話のように仮説段階であり、地球外生命体の存在を裏付ける証拠にはなっていません。ですが中には地球外生命体がいることの証拠になりうるようなこともあったりします。例えば宇宙から地球に向けて電波信号が発信されたことは1度や2度だけではなく、なんと過去に20回以上もあるらしく、その中でも明らかに意図的に地球に送られたと思われるものもあるそうです。それというのが1977年にアメリカのオハイオ州にあったビッグイヤー電波望遠鏡が受信した72秒間にわたる無線信号です。当時地球外文明を研究していたジェリー・エーマン氏が得られた信号を確認したところ、なんとその信号は明らかに地球や近くの惑星由来のものではなく、しかもまるで意図的にそうしたかのように地球人が通信用に使う周波数とほとんど同じだったそうです。そしてこれにあまりにも驚いたエーマン氏が信号のデータをプリントアウトした紙に思わずうわーおーと書いたことから、この信号をうわーおーシグナルと呼ぶようになったそうです。ですがその後エーマン氏は再び信号を受信できると思い何時間も待っていたのですが、同じような信号が受信されることはなく、結局ワーオシグナルが何のために、そして誰が送ったものなのかは分からずじまいになってしまいました。これはなんかエーマン氏と宇宙人の恋愛ドラマを見ているようですね。果たして今後この100億万光年の恋が実ることはあるのでしょうか。アポロ10号が捉えた謎の音。あの有名な NASA の宇宙船であるアポロ10号が人を乗せて月の裏側を飛行していた際、1時間ほど通信障害が発生し、地球にある連絡本部と通信が全くできなくなってしまいました。そしてその間にアポロ10号に乗っていた宇宙飛行士たちは宇宙空間からの奇妙な音を耳にしていたそうです。これは本来であれば空気がない宇宙空間では音が聞こえるはずはないのですが、なぜか通信障害が起こっている間だけヒュー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 という音がしたそうです。ちなみにこの謎の音に関しては無線電波が何かと干渉して音がしたのではと指摘されることも多いそうですが、当時乗っていた宇宙飛行士たちはこれを完全否定しているそうです。ちなみにヒューヒュー暑いね君たち的なヒューヒューは現在では守護ランキングトップ4に名を連ねているほどらしいので、もしかするとこれは宇宙空間を漂うおっさんだったのかもしれませんね。スーパーローテーション。惑星の中でも特に金星は半径、大気、密度、重力などあらゆる観点から見ても地球と非常によく似ていると言われています。ですが地球とは違い、金星の周りでは秒速 100m の風が吹き荒れており、これはスーパーローテーションと呼ばれています。ちなみにこのスーパーローテーションは金星の自転の40倍の速さなのですが、本来は自転の速さより速い風が吹くことは理論上ありえないらしく、結局スーパーローテーションの正体は分かっていないようで、金星における最大の謎とも言われています。はい、ということで今回こんな感じだったんですけど、この動画を見てキリンの〇は宇宙空間につながっていると思った方は高評価とチャンネル登録と Twitter のフォローをよろしくです。終わり。
はい、ということで賢者タイムなんですけれども、たまにね、言われる、おしっこ革命どうなってるんですかっていうことをですね、たまに言われてですね、というのが、トイレで座っておしっこをするっていうのと、お風呂場でおしっこしないっていう、まあそういうおしっこ革命中なんですけど、まあこれを僕はですね、 YouTube 生命をかけて、本気で取り組んでいるわけなんですけれども、まあでその途中経過ですね、どうなってるかっていうのについてもやっぱりこう、視聴者の皆さんに説明する、こう説明責任がね僕はあると思うんで、ちょっと一応途中経過をお話しするとですね、座っておしっこはですね、もうめちゃめちゃナチュラルにやってますね。もうなんか当たり前すぎて、もう何も感じないというか、まあそれが普通みたいな、でたまになんかその外で、トイレ行った時に立っておしっこする時のなんか背徳感がなんかゾワゾワっときていいなみたいな、はい、お風呂場ではね、おしっこしてますね、はい。なんでちょっと今のところ尿漏れ路線ということで、僕が老後になった時はちょっとおしっこ尿漏れの方向性で、一応言ってますということでした。はい。ということで、ツイッターでも、ね、ちょっとね、なんか大喜利みたいな、ちょっとね、募集してるのは、ちょっとまた今度やろうと思います。ということで、さよなら。